そんな嘘に騙されて結局多くの人たちが薬物に手を染めてしまう、こんな悲劇があってはいけません。奪われなくてもいい命がなぜ奪われるんでしょう。それは単に真実を知らなかったからの一言に来てしまう場合も多いんです。これまで数万人の生徒さんたちに訴えかけてまいりました。みんなが必要ないよ、本当に薬物って絶対に必要ないんだ、薬物を作っている人間は薬物を使っている人間が一番に持つために皆さんが皆さんを守るために一番大事なことは薬物。今日は薬物の真実を知っていただこうということで街頭キャンペーンをさせていただいております。どうぞスタッフの者がパンフレットをお配りしておりますので、ぜひお手に取ってご覧になっていただけたらと思います。私は前豊島区議会議員古坊友でございます。一般社団法人東京豊島安全安心プロジェクト代表理事を務めておりまして、青少年の健全育成、これにも活動をさせていただいております。多くの芸能人の方々がですね、この薬物によって非常に人気を誇った方が一挙に奈落の底へと落ちていく、そんな現象といいますかね、報道を何度も皆さん見てこられてきたことかと思います。日本薬物対策協会が今日この脱法ハーブなどを中心とした、この薬物の真実を知ってもらおうということで、街頭キャンペーンを池袋駅東口でやっております。業者の方は合法ドラッグなんて言ってますけど、もう私たちからしてみたら完全に脱法なんですね。脱法ハーブ、脱法ドラッグ絶対にダメです、許しません。